リオンメイン動画だよ。今日の動画はパッキング動画ということでお送りしていきたいと思います。今何時に撮影してるかっていうと、バイトから終わって帰ってきたのが、12時過ぎでご飯食べてお風呂入っての撮影なので、まあね、10月6日金曜日の1時40分に今撮影してます。日中撮ろうかと思ってたんですけど、予定ではよさ7日土曜日、明日私はよさこいに行くんです。明日っつうか、まあ感覚的におかしいんですけど、7日が仙台のよさこいに行くので、行くのはで、もう一個ね、店長が行くんですけど、店長ともう一人行くんですけど、そっちのなめ F1 グランプリに出すやつを手伝いに行かなくちゃならないので、まあ行く方はみんなのキッチンにね、箸を入れてもらえると嬉しいです。まあそれはさておき、それに行くのが10時半ぐらいにお店に行くので、ちゃっちゃと撮影して、ちゃっちゃと編集はしないので YouTube に載せて、ちゃっちゃとね、布団に入って寝たいと思います。で、まあね、いつもなら多分私はキャリー、一日でもキャリーバッグを持っていきたいんですけど、ガサバるので、キットソンのバッグに入れていきたいと思います。これは普段は、サブチャンネルのカラオケを撮影しに行くときにパソコンとか入れていくんですけど、これは、視聴者さんにいただきましたね。ありがとうございました。ちょっと使ってますよ。ちゃんとね、持ち歩く費用も入れてたんですけど、今はちゃんとね、カラオケに行くときに使ってます。ここに、ね、適当に今ね、バーっと置いてあって、紹介しつつ入れていきたい。まず服部門からいきたいと思います。服はまずはまあカプセルホテルに私は泊まるんですけど、カプセルホテルの中で着る服はまずこのはずで、タオル用じゃん。タオル準備すんの忘れた。まあね、撮影終わったら入れたいと思います。T シャツ。これは、3機で買いました。これが1つ。まあ適当にね、まあ、ほぼ1日分しか入れないので、こんな風に丸めたいと思います。で、その下に履くのも、前の職場の時に仕事用として、で、履いてたので、まあ、汚いといえば汚いんですけど、このね、カーキ色ズボン。カーキ。これと、今度は次の日、8日に着るズボンは、これはまあ知ってる方は知ってる、メルシーで、購入品紹介でやったかもしれないんです。メルシーで買った黒いズボン。私は基本的に日焼けはしたくないので、それに土曜日の予報、なんか変には割れてるんですけども。
雨なのでズボンもで1日目つうか土曜日は4時に出発するのでする、本当は昨日明日つうか今日の仕事終わってから撮影しようかなと思ってたんですけど、朝は朝でね、まあ巻物を作りの手伝いに行くので撮影してる時間がないかなと思って一時台に撮影してるんですけど、まあ前の購入品でやったユニクロのパーカー、ユニクロじゃない、これ島村のパーカーだ。今回はどっちも島村のパーカーと行きはネズミ色のパーカーとメルシーの黒ズボンですね。で今日たまたま天気予報見てたら仙台雨なんですけど、一応帽子も100円ショップに売ってたので買ってみました。どうすんの、あ、開いた。髪型が良くなかった。髪型まだ決まってなくてちょっと緩いな、ちょっと緩かった。ねえ、ちょっとあのパーカーでし、薄いこれ持っていくパーカーが夏に着るパーカーなので、で今このねちょっと半袖だし傷口が見えるので着てるこのパーカー、このねやつを着ていきたいと思い持っていきます。寒いので今日もあの寒かったので仕事に来ていったんですけど、こんな感じです。なんか私帽子ってあんま好きじゃない、帽子持っていきます。あとこれはあの東京に行く計画だったんですけど、東京計画も怪しいのでこれはダイソーで買った白熊くんの下着とパンツが入ってます。でここからなんですけど、こまごまとしたものもうちょっと購入品で紹介したと思うんですけど、多分この帽子はまだね紹介してないんですけど、この中にこまごまとしたものをマイメルちゃんの袋にね入れていきたいと思います。ヘアアイロン持っていった方がいいかな。まとめていきます。一応もう9時から会社9時からなので9時から8時なのでもうね疲れて帰ってくると思うんですけど、一応 DHC の美容トリートメントと DHC の美容液シャンプー試調品ですね
あ、もう疲れてやんないかもしれないんですけど、と同じ DHC のアフターバスヘアトリートメント、オイルタイプの流さないヘアトリートメントとコットンパフ、まあ一応ねミッキーちゃんのに使う分1日分を入れて、これはずいぶん前に買ったリサージモイストクリーミーソープ、顔洗うやつです。まあ1個なんかあったんですけど、なんか足りなさそうだったな、いっ、うん、ねえ、あれメイク落としも、持ってきたと思ったんですけど、あった。これはサナのスタ、ナチュラルソースクレンジングジェルクリームですね。パフですね。あとこれは目だけ、目の周りを落とすやつです。これはまだね使うので、あと持ってくるの忘れたんですけど、いつもあの朝使う、朝のあのスキンケアでご紹介したオールインワンジェルをここにハードで入れたいと思います。と持っていくメイクなんですけど、まずは筆の部分からこの筆入れのこっち側に入れていきたいと思います。持っていくのはあるから普通に使うやつを持っていきます。でこっちの方にこういうブラシを入れます。使わないブラシもあるので、使わないブラシは外します。あとワイボー、ワイボー2つ、ワイボー2つも入れます。まあこんな感じに筆と、眉毛ペン、眉毛角ペンはめっちゃ新しいから古いやつ持って、今使ってるやつ NYX のこれ、ね、300円で買ったやつと、アイライナーは今使ってるケイトのクイックアイライナーの R ブラックを持っていきます。こんな感じで筆と眉毛ペンとアイライナーは入れます。で、こっちにはこれ持ち運びが出てるし、あ、ちり紙、ちり紙をポテトチリ、ここには綿棒とあの汗取りシートじゃないやつが、前にも動画でご紹介した持ち運びするやつで、あとお直しペンと、ここにはアイライナーと
パウダーとアイライナーぐらいですかね。と口紅。で、ポーチの中身をご紹介していきたいと思います。これは前にダイソーで買ったやつです。パフは入れたので、一応ね、切れないゴムと、私が普段飲んでる薬とバファリンと、なぜかこっちにも入ってて、アイライナーじゃないマスカラはキャンメイクフレアカールマスカラの1とあの眉毛を切るハサミと、これは今使ってるやつを使う、あと折りたたみの奥様と使わない、眉毛マスカラとコンシーラー、 D アップのワンダーアイキット、こんなもんかな。ドリップはエチュードハウスのディアダーリンウォータージェルティントのPK2番のドクドク仕上げですね。で、明日つうか今日日中使ってなくなったら、こっちのエチセの BB ミネラルホワイトの明るいジェバー、間違って買ったやつかもしれない、いいですね。で、資生堂のビューラー、キャンメイククリームチーク CL6 番、パウダーはレブロンスキンライトプレストパウダーの04番。これは鏡も筆も入ってるんで、これはこのまま、あとシェーディングがキャンメイクのやつですね。で、眉毛がキャンメイクのアイブロウパウダー18番、アイシャドウがケイトクリスタライズクォーズ BR2 番、ハイライトはキャンメイクハイライター01番、チークがキャンメイクナチュラルチーク09番で、今日使い切ったらここに化粧水を入れていきます。で、眉毛はエヴァ・バレリーナのアイブロウコートを入れて、で、化粧水が終わったら、スキンケアが終わったら、まず最初に塗るのがビオレサラサラ UV マイルドケアの30ですね。これは手持ちバッグは紹介したことあるかわからないんですけど、フォーエバーの99円のバッグに入れていきたいと、
で、化粧ポーチ。でしょ。電気関係。あと鏡。大事な鏡さんを、忘れていくと悲惨なことになる。あと、メイクをやるときに拭く、メイク落とし物っていく。これも今日使ってから朝メイクして、あと私が持っていく薬をご紹介したいと思います。もし痛くなった時のバファリン、私の必須、持ち歩く必須で、続いてがダンドストロビンは、この薬は私がイライラした時に飲む薬で、もう一個は毎日飲んでるエスピナスっていう薬は、あのこれ飲むと私前動画でご紹介したかゆみが、これ飲むのと飲まないとでかゆさが違うので、これは絶対持っていきます。これは絶対持っていくやつですね。最後にご紹介した薬は、ご飯食べてから30分以内に飲む薬。今度こそ電化製品気に行きたいと思います。入るかな、不安なんですけど、ここに充電器系を入れたいと思います。まずはダイソーで売ってねえよ、ドンキで買ったあの充電器、あの持ち運べる充電器、あっちの、あの、もともとね、シマウマカラーのバッグに、これと、どこだ、これはこっちの、まあ充電しないとならないんですけど、これはあの10月に東京行く行くって言ってたじゃないですか。それ用に買ったやつです。まあ、これは結構3回から6回使えるやつなので、結構大容量なやつ。充電。これが充電ケーブルですね。充電しないとならない。そして、これが iPhone の充電器。こっちの方にあったじゃん。ちょっとね、なんか前髪割れてて嫌だったので、なんかもう今更かんなんですけど、ピンで留めます。あ、これ。iPad の線じゃん。なんかどこに充電器、 iPhone の充電器ぽい。あとなんだ、これらをカバンに適当に突っ込んでいきます。申し訳ございません、落としてしまいました。あね、はい、出てきます。あ、まだあれ入れてなかった。まずは出てきます。入ると思うんですよ、つうか入らないと困るんですけど。パーカー、あと携帯と財布と、スプレータイプのあれ、
日焼け止めとは手持ちバッグに入れ、あ、これ紹介し忘れてました。充電器用のアダプター紹介するの忘れてました。ここに何か私忘れるんだよね。何かしら。あと、オーディオ、私のね、オーディオと充電器。もう一個黒い方も持っていくんですけど。あ、切るとこも間違えた。充電器。メルカリで買おうとしたらさ、売り切れとか言われるしさ、なんなんみたいな。あと3個入れたいと思います。まあこんな感と、タオル、ハンドタオルっつうかフェイスタオルも持っていくし、バッグな、本当に何しようかな。私の中でマックバッグか、ハンバーガーバッグかなって思ってるんだよね。でもあれ、私の好きな肩掛けバッグじゃないからさ、こういう時バッグに困る。そんな感じです。もう一度告知するんですけど、10月の7、8、今週の土日に仙台の高等大公園、市役所、仙台市役所の前にでよさこい祭りがありますので、気になった方や参加する方、よろしくね。見物にね、来てくださると嬉しいです。うちのお店で販売するのはクレープ、唐揚げ、ポテト、お酒、生ビールとハイボール、ドリンク、ソフトドリンク、かき氷を販売する予定なので、よかったら来てくださると嬉しいです。同じ、まあ私はそちらの方には参加しないんですけど、同じ7日に浪江のどこかは私わからないんですけど、まあネットで検索していただけると嬉しいんですけど、そちらの方でうちのお店も参加するので、浪江 F1 グランプリに行く方は私も手伝って作った、なんとかスティック、何スティックだったっけかな、名前忘れちゃったんですけど、それをもね出す予定なので、私も頑張って、まあ鉄だったのでね、いろんな方に食べていただけると嬉しいです。まあこんな感じで
パッキング&再度告知でした。ご視聴ありがとうございました。次の動画でまた会いましょう。バイバイ。まあよさこいの模様とかは ツイッターじゃないインスタグラムに載せる予定ですので、あと多分この携帯で写真を撮って、まあ動画にするスライドショー的な動画になるかは微妙なところなんですけど、インスタグラムにはできるだけ載せたいと思うので、気になった方はリオン2リオン00729で調べていただけると幸いです。本当にありがとうございました。次の動画でまた会いましょう。バイバーイ。なんかね